はい、皆さんこんばんは。今回は2月中旬のメバリング、産卵などのメバルを釣る具体的な方法をお伝えしていきたいと思います。メバルは11月から1月の上旬ぐらいにかけて産卵をすると言われてます。その後はだいたい疲れ切ってボトムの方でじっとしているということが多いらしいです。ですが2月のメバルというのはボーナスタイムというのがあって、いわゆる朝マズメとか夕マズメの時間帯にもう連続して釣れる瞬間があるんですね。例えば今回でしたら夕方の6時から7時の1時間の間がものすごい釣れました。そしてその瞬間というのはボトムじゃなくて表層で釣れます。表層で釣れるんですが、基本はやはり、少しだけちょんちょんと動かして止めると、そして潮の流れにワームを乗せるという感じですね。するとこの止めてる瞬間にコツンと当たりがあるんですよ。そういう釣り方になると思います。2月のメバルはほとんど網関係、動物性プランクトンですかね、そういったものを食べてますので、基本はあまり大きくアクションさせないような動かし方の方がいいと思います。それでは実況動画本編となります。どうぞご覧ください。
さあいかがでしたでしょうか。これがね、3月になってくると徐々にメバルもイカナゴとかが接岸してきますので、それに影響されて表層のストレートリトリーブの方が反応いい時が出てきます。ですが、今2月の段階はまだ、ほとんど網類ばっかり食べてますので、ゆっくりと動かす、もしくは少しだけ動かして、あとは潮の流れに乗せるという、そういったスローな釣りがいいかと思います。それでは今回の動画は以上で終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。